皆さんこんにちは。今日はホームベーカリーで黄金餅使って餅つきしていきます。ホームベーカリー、これにこの黄金餅を一晩水につかつけておいて30分水切りしたものですね。これとお水入れるだけ。これをね、この中にこうささっと入れて、よいしょ。以前このホームベーカリーでそばを作るっていう動画も出してるんですけど、うどんもやってみようかなと思ってる間にもうお正月が目の前に来てしまったので、お餅を作ります。出来上がりまで1時間15分ですね。スタート。片栗粉をタタタタタと、こんなもんでいいかな。やりすぎてもしょうがないからこんなもんにして、お餅触れるかな。触れなかったらこれお水入れてくださいって書いてたんで、お水を入れちゃいます。むむむむ、熱い、めっちゃ熱いんで、ちょっとこれお水入れますね。お水こんな感じに入れて、見えるかな、こう底の方から手を入れてガシガシやります。なんかお水入れる、お水、本当にこれお水なんですよ、お湯じゃなくてお水。お水を入れるとね、ダメなんじゃないかって思う方いると思うんですけど、意外とね大丈夫なんです。お水入れても別に餅が溶けるわけじゃない。じゃあこれをここに出すと。出たー、見て餅。なんか今までって2合とかで作ってたんですよ、お餅作るとき。4合で作ったことなくて初めてなんだけど、4合でもこの程度だったら今度から4合で作ろう。じゃあね、早速このお餅さんをちぎっていきます。お水で手を濡らしたところで仕切り直し、よし。お水で手をたっぷり濡らして、コーンスターチを手に、ここら辺のやつをちょっと多めにここにあるのまぶして、まぶして、お餅をちぎる。どれくらいの大きさ、これくらいでいいんじゃない。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。お、いい感じ。やっぱりね、長年の主婦とね、にわか主婦の違いですね。のし餅にしたいので、ちょっと四角っぽいタッパーにラップをして、ステッパーでね、これパン作るときに使うステッパーなんですけど、これをうまいこと使って、コーンスターチを、これをこういうふうにしよう、そうそうそう、こうしますか、うん、あとは完全に熱が取れて程よい硬さになるまで待って、包丁で切ってラップで巻いて冷蔵します。冷凍だ、冷凍ですね、冷凍です。お正月に食べます。今日ちょっとお正月も早いけど、お雑煮にして食べようと思います。完成です。これささがきごぼう1本、さっき一生懸命やりました。上手でしょ。そしてこれも結構多めの鶏肉ですね。もう舞茸も入れる。なめこは後で入れます。生入れる。なめこはこれあまり煮すぎるといけない。これきりたんぽを作るとき買って忘れてたの、ちょうど見つけたのでこれを入れます。で、我が家ではいつも毎度おなじみ味道楽、薄いので足します。結構たっぷりめだね。最後お醤油もちょっと入れないとね、味が締まらないの。お餅使ってお雑煮できました。なかなかの対策ですね。今日はすごいですね。もちろん冷泉です。頑張ったんでね。
じゃあお正月の練習ということで行きますか。行きましょう。じゃあ今日お疲れ様でした。でした。さあ、出来たてのお餅が美味しいかどうか食べましょう。小金餅、あれなかなかね、いつもっていうか一回買って美味しかったスーパーで売ってなくて、普段小金餅売ってないスーパーで見つけて買ってきたんですよ。もち米入手にちょっと苦労しました。柔らかい。つきたてやっぱり違う。違うね。世の中的にはこれからクリスマスなんだけど、そこに逆行してお雑煮です。ホームベーカリーでもちゃんとお餅できるからね、うん、美味しいよね。あ、そうだ、これホームベーカリーで作ったお餅だよね。そう、スーパーで買ってきた切り餅じゃないの。忘れて食べ終わっちゃったんで、サムネのお雑煮おかわりしま、おかわり用にね、汁ね、足してきました。あったかい汁をね。なんかあまりにも美味しかったのと、私たちこれを作るために一生懸命やってて、お腹空いてたので、二人で おかわりしまーす。ね。お酒も飲んじゃおう、やっぱり。一回冷蔵庫にしまったんだけど、出してきて、やっぱ飲んじゃうことにしました。そうです。やっぱつきたてのお餅美味しい。美味しいね。うん。伸び加減を最後に。伸び加減さっき映さなかったんで、こんな感じです、こんな感じ。これ。この伸び具合を。ちょっと、これ、丸かったかな？どれどれ。こう、重力に伴って、こんな伸び具合です。うん、ぜひ試してください。おかわり美味しい。一杯目はお腹空いて一気に食べちゃったから。そうそうそう。